ダクトの作成に続きます参照面を引いた後、リス面図の正面をダブルクリックし高さ情報を与えましょう。高さ情報を与えた後にパラメータがない場合には新しいパラメータを追加して作りましょう。作成後平面図の参照レベルに戻り押し出しでダクトの 3D モデルを作りましょう。